ルーズベルトアイランド駅はマンハッタン区ルーズベルト島のメインストリートに位置するニューヨーク市地下鉄 IND63 丁目線の駅で会計島が終日停車する。マーブルヒル -225 丁目駅とともにマンハッタン区にありながらマンハッタン島外にある二駅の一つとなっている。駅は1989年10月29日に開業した。 駅には当初9系統が平日に、B 系統が週末に停車し、どちらも IND6 番外線に接続していた。21丁目、クイーンズブリッジ駅が終点だった頃は、63丁目トンネルは、どこにもつながらない、トンネルと言われていた。その後、2001年に IND クイーンズ、ブールバード線と接続、この際に停車系統が、現在の F 系統に変更された。 駅は相対式ホーム2面2線の駅で、ホームは63丁目トンネルに挟まれている関係で、地上から約100フィート下にあり、ニューヨーク市地下鉄で4番目に深い位置にある駅となっている。また、改札は地上にあるためエスカレーターでは、改札からホーム上の連絡通路の間に1箇所踊り場がある。駅にはエレベーターが設置されており ADA 対応駅である。 駅の西に点鉄機があるほか、63丁目トンネルを抜けると IND2 番外線と接続予定の場所がある。ロングアイランド鉄道イースト、サイドアクセスが使用する予定のトンネルが下にある。改札はメインストリート付近の地上に1カ所ある。開業当時からルーズベルトアイランドドラムウェイの利用者数は減少傾向で、 1>, 1日あたりの利用者数は1989年に約5500人だったものが1993年に約3000人に落ち込んだ。2008年には1日あたり約5900人が駅を利用した。2016年の平日には6630人が利用した。年間利用者数は211万471人となっている。ゴールドウォーター。 メモリアル病院があるほか、南にコーネル大学及びイスラエル工科大学コーネルキャンパスが200万、平方、フートの敷地内にあるメインストリートにはグッドシェパード教会がある。これは1888年に建てられ、現在はアメリカ合衆国国家歴史登録財に指定されている。また、ファイアーファイターズフィールドと呼ばれる野球場がある。 ルイズベルトアイランドトラムウェイが駅入り口のすぐ南に乗り場を設けている。ありがとうございます。